田晴美です。ブランディングディレクターをやらせていただいております。施設とかストアとか、ホテルとかウェブサイト、企業のブランディングなどを手掛けさせていただいております。私的には家にいるのがもともとすごい好きだったので、できたらなるべく家にいたいっていう方だったので、そういう意味ではすごいありがたかったし、正々堂々と家に入れるっていう感じがありました。自分が大事にしている人たちと大事な時間が過ごせて、調べることが好きだったり、何かこう夢中になるものを見つけるのがすごい好きで、そういう時間が、結構こう人付き合いで邪魔されるのが結構苦手で、なのでそういう意味ではなんか好きなものに没頭できたりとか調べたりとか、余計な人付き合いしなくて済んだっていうのは正直私にとっては楽な1年ではありました。はい、最初の家にいなきゃいけない時期とかが3週間ぐらい超えてきた時に、料理作ったりいろいろ作るのも飽きてきちゃってで、あの時材料もちょっと手に入らない時期だったりとかしてたので、ファッション時代にこう作ってた生地とかそういうのが奥にあって、それ引っ張り出してなんか急になんか柄物を並べ出してなんか作ってみようと思って、チクチク簡易的ななんかワンピース縫ってみたり、なんかこんなエプロンあったらいいなとか、いろいろこううろうろしてたみたいなのがあったら、なんかすごい元気になって、私も母もそこが一番似てるんですけど、料理とかでこれ作ってみたいと思って作り出すと、それが本当に自分でも美味しいって思える食感だったり味だったりとか出るまで、なんか結構毎日作り続けちゃったりとかしていて、ある程度出来上がるとパタッて作んなくなるっていう親子の悪い癖があって、なんかいろんなことを本当は考えなきゃいけないかったかもしれないんだけど、なんかそこからこう多分一回逃げていいんだなと思ったんですよね。家から出なくていいって言われた時に、その時に結構その自分の漠然とした不安をこう小麦粉に練り込んだという、前の時間が押してる人が一人入ってこれなくて、なんか20分ぐらいチームと雑談をした時に、そういえば私たちのチーム雑談ってしてなかったねみたいな話をしていて、雑談の中からもそういうヒントってすごく出てくることが多かったのに、タスクをとにかく消化するみたいな雰囲気になってたり、小5の時になんかこう自分の好きなカルチャーの方向性みたいな、今思うとに初めて触れてるんだと思うんですけど、
日記は全くつけられないタイプだったんですけど、未来にこうしてたいみたいなのを書く癖があってできてて、いつの間にかで住む家の間取りとか書くのがすごい好きで、いつかこういう家にとかこういう車にとかこういう犬にとか書いてたんですけど、目標っていうほど真面目じゃなくて、で職業を書いたことがないんですよ。でどっちかっていうと自分で自分のスケジュールを決められる人とか、海外に年間仕事で何回か行ける人とか、生活多分スタイルを変えてるんじゃないかなと思って、それ変えてるとちょっと現実逃避もできるしみたいな感じで、それは未だに癖ですね。